安全かな。さあな。リレーも見かけたけど。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。きっとお気に召します。ではまたいつでもお越しください。ジン、こっちに来い。試しと行くぞ。やってやろうじゃないか。その首をもう。お前も噂など全て嘘なんだろう。
待たせてしまったな。生き残ったお侍がいるという話、嘘ではなかったのですね。助かりました。ですが他の仲間は誰一人。どこで捕まった？アザモの東の海岸の四つ辻で、漁師がいつも使ってる道です。近づくでないぞ。始末は任せよ。
すまない。仕方なかったんだ。気を緩めるなよ。じゃないよ。これはまだ根に持ってんの？逃げ足だけは一人前の臆病者なんだから。金はやったろ。まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ。怯えながら暮らしたんだ。一月も。一月も借りは返しな。
タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは賢治、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏、タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ん、ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたなあ。本当にやるつもり。バカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かった奴は殺され、生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いている奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。軍師兵ボーイ。おい、止まれ。ナースだ。ナース、ほれ、酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は？いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい荷重ならば。傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。フルケンボンコウォッサディルチ。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら捕虜が死ぬんだろう。分かってる。いやー、皆さん喉がカラッカラじゃないですか。この上、うまーい。ダースを飲んでくれ。見て、門のそば。
あれが一折の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。鷹のところに行くかも。おうぞ。치사 고! 야, 선배! 아, 치즈 베리! 자, 대기! 알보! 에? 넌 내게 뭐 했어?
おい、どうした？鍛冶屋の鷹という男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、鷹がいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だから鷹を殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、鷹がやられる。 Bitnik Org. Bitnik Org. やめてくれ。姉さん。 何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。
力を借りたい。励んでみます。